中日新聞の記事を見て、ちょっとこれはやばいなと思いましたね。まあ昔からあることなんですけど、最近の中高生、あの、LINE、まあネーバーライン、それでもう24時間つながらないといけないという、そういう感じになってるみたいですね。まあ24時間他の人とつながらないといけない。これは私たちには考えられないようなストレスですよ。だって私たち、まあ 幸い、携帯電話というものがまだメジャーじゃない頃に生きてました。私、中学、高校、まあ、学生になって社会人のちょっとまで、携帯電話なんて、まあ、持ってなかったですからね。それ、携帯電話初めて持っても、まあ、電話の延長線上、まあ、座りを高かったから、まあ、ほどほどに話す。それがなんか、メールが出てきてから変わったんですよね。メール中毒。 それメール、まあ私たちはファックスみたいに、まあ届いたら、あ、届いてるなと思って、翌日返事返すか、そんな感じですけど、まあメール、若い当時女子高校生とか、そこら辺の人だと、もうメール来たらすぐに返せ。それがルールなんですよ。一方、今、同様に、LINE とか Facebook とか、いろいろなパス、いろいろなソーシャルメディア、そこでのこ何か来たなと思ったらすぐに返さないといけない。ずっとつながってないといけない。 そういうふうに、そういう状態にあるんですよ。だから、まあ、多くの人が、なんか、それに対してストレスになってる。そういう,うに考えるんですよね。それ、まあ、私たちから言わせると、正直、あの、見たくないとき、どっか遠くに置いとけばいいと思うんですよね。あの、なんか、それによって、あの友達関係が、なんか、疎遠になるんじゃないかと思ったら、まあ、 それでいいと思うんですよね。それでストレス溜まっちゃうんだったら。まず、ストレスが溜まらない人、もう24時間バンバンに SNS が繋がっててもいいと思う人。そういう人は、あの、全然考えないでください。あの、今まで通り生活してるのがいいですね。あの、LINE でなんかメッセージ来たらすぐに返す。常に電源入れてスマホ持ってる。でも、それがストレスに感じる。ストレスに感じるんだったら対策必要ですね。もう思いっきり。 それまあ、スマホでつなぎっぱなしになってる。それが問題なんですよ。あそう思っちゃってる人は。それ、まあ、すごく単純なことですけど、まあ、使わない時間を決める。それが一番ですね。まあ、私がおすすめするのは、まずは睡眠中。まあ睡眠中でなんかポーンとなったら起きる。そういう癖のある人は睡眠中、もう電源切っておいてください。それがいいですね。あとは、まあ、仕事中、仕事中、 まあ、仕事中電源切っとくことは厳しいですけど、まあ、あの、通知が入ってきても見ない。意識的に見ない。そういうふうにしとくのがいいですね。まあ、読書とか映画鑑賞とか、集中して自分の趣味に没頭したい場合、その場合、電源切っとくか、それが遠く、何か着信とか、なんか通知があっても音が聞こえない距離、そういう距離に置いとくのがいいですね。まあ、バイブに添えて、体に入れといて、 なんか常にブーブー鳴ってたら、それで思考妨げられますからね。なんか集中して何かやりたい場合、遊び、遊び、スポーツ、趣味、まあ、映画鑑賞とか読書、そういうものする場合は、私は確実にあの伝わってこない。そういうところに置いとくのがいいですね。まあ、電源切っとくのが一番ですね。じゃあ、それじゃあ見れないだろう。まあ、意識的に見る時間を決めるんですよね。 私のおすすめは、あのまず長時間コンタクト取ってなかったとき、趣味とかやってて、その場合、その後は必ず見る。それ見た後返信返す。それとあと、起きた時起きた時に電源入れて、ああ、来てるな、そんな感じでチェックする。あとは移動中とか、そういう時に使うのがいいと思いますね。それは学校だと、まあ電源切っとくのいいかもしれないですね。 それあの私あのドイ、の昔あのドイツに出張行ってた時があって、それそ、ドイツ人の人が車に携帯電話を置いてくんですよ。どうしてこの車,車に携帯電話を置いてくのって言ったら、あ、これはプライベートのものだからって言うんですよね。これはプライベートの電話だからここに置いておく。じゃあ、連絡取れないだろうっったら、まあ、どうでもいい連絡はかかってきても取らなくてもいいし。 すごく緊急の用事だったら、会社の電話にかかってくるだろう。そういう考えなんですよね。だからプライベート、それは車の中に置いてく。そういう考えなんですよね。まあ、それはちょっと極端ですけど、まあ、学校とか、仕事、仕事で自分のプライベートの携帯電話は出れないぞそういう人だったらもう電源切っとくのがいいかもしれないですね。それ、昼休みに電源入れて着信がないか。 LINE とか Facebook に何かメッセージがないか、そういうのを見るんですよね。まあ、ストレスにたまる人そうでもしないと、まあ、休まる時間がないですよ。だから、休んでください。休む時間、重要です。人間、この円、あの時間3等分できるんですよ。仕事とか、仕事の時間、勉強の時間、それと遊びの時間、それプラス、休む時間。 その3つの時間、絶対必要なんですよね。人、仕事しないと生きていけないです。もちろん、勉強しないとこれから生きていけないです。その時間が、その時間が8。それとは人、遊ばないと生きていけないです。遊ばないと仕事できないです。遊ばないと勉強できないです。だからその時間が8。人、勉強も遊びもすべてのことを8時間休んでないと満足にできないです。だから8、8、8、それで24、それが必要なんですよ。 それ休む時間の8、その時間はもう確実に、この SNS からの,あのコンタクトもガードするで、電話もガードする、そういう必要があると私は考えますね。まあ、24時間つながったら、多くの人、あの疲労困憊すると思います。確実にします。 だから勇気を持って電源切ってください。勇気を持ってスマートフォンから離れてください。それがこれから重要です。それによって、あなたの周りから人が離れてったら、まあ、それでいいのかな。理解してもらえないんですから、あなたの考えを。あの、私、まあ、普段、プライベートの時、あまり、あの、LINE とかチェックしないんだよ。それで、ああ、自閉さん、自閉はそういう人なんだって、そういうふうになってくれればいいと思うんですよね。 なんでそんな、休みの時もチェックしろよって言われたら、まあ、ごめんなって、そう、な、ならないといけないですね。だってならないとあなたが崩壊しますからね。私はそう思います。勇気を持って、スマホの電源、あの見たくない時、奥にしてください。または遠くに置いてください。